So, that's it, bro. Iko.視点から巨人を見てみた。空回りに終わるかもしれないけど、もう一押し。私はやる。全部生きられるのは勝者だけ。
しません。仲間を見殺しになんてできない。ついてきてほしい。あの縁談助けなきゃ。よし、例の作戦を始めるぞ。潰す。クールな味方様もエレンのこととなると冷静さを失うよな。あなたもクリスタのこととなると他の人と態度が違う。そりゃそうさ。私のクリスタを誰にも渡したくねえからな。ありがとうございます。助かりました。よかったら今度巨人の捕獲に協力してよ。もう一押し、もう一押し。生きられるのは勝者だけ。潰す。
ぶ。頼んだ。生きられるのは勝者だけ。了解。潰す。邪魔しないで。ついてきてほしい。私も行こう。エルヴィンは団長、リヴァイは兵士長。いつの間にか結構な地位になったね。生きられるのは勝者だけ。買わなければ勝てない。潰す。クリスタ、いい子であろうとして他の敵につけ込まれなくていいけど、もう一押し。落とした。潰す。肉を削ぎ落とすこと、それが私の特権。やるじゃねえか。さばいてやる。巨人の姿がない。勝ったの。エレンは私が守る。
行こう。命拾いした。ごめん。結婚した。後半なんて言ったの？次。ごめんなさい。よく聞こえなかった。邪魔しない。救援要請だと。こっちも余裕はねえが。狙う。戦わなければ勝てない。
肉をそぎ落とすこと。それが私の特技。ミカさん、あなたなら狩人としてもやっていきますよ。邪魔しないで。私は兵士として才能があるわけじゃないけど、なぜか馬には懐かれるんだ。エレンを殺そうとする奴はズタズタに削いでやる。俺たちはもっと力をつければだ。それから兵士としての責任だ。邪魔しないで。
ついてきてほしい。僕も一緒に行くよ。神様ですか。クリスタ、神やめてよサシャ。友達を助けただけで大げさだって。蹴散らしてやる。
さばいて。次。やつはきっと凶暴です。俺が憲兵団の上に立ったら団員の不正は許さない。税をちょろまかしたり市民の土地を奪ったりはさせん。すごいマルロ、あんたはそういうやつだもんね。とにかくな、死ねとは言わん。だが恥を知ってもらう。理性がないってことはところ構わず排便する動物と同じ。お前はマルロだったか。なかなかのご高説だな。な、マイルス団長。すみません、このバカが名前聞いちゃって。マルロ、上を目指すのは結構だが、お前も俺の地位につけばわかる。師団長ですら自分の思うように動けるわけではない。上に与えられた仕事をこなすだけの存在だ。師団長、それでも自分ならやれると信じています。この世界の不正を正すことなら俺は何でもやる。クソ真面目なやつだ。だが俺も若い頃はそんな熱意を持っていた気がするがな。お前の目指す道は平坦じゃないぞ。その覚悟があるなら好きにしろ。はい、師団長。こういう空気苦手。よっしゃ！
行こう。慎重にお願いします。怪我がない。ごめんなさい。早く任務に戻って。狙う。
ければ勝てない。かっさばいていく。性を利用した方が消費が少なくて済むな。カッサバイデル散らしてやる。戦わなければ勝てない。
人の姿はない。勝ったの。これで巨人はいなくなった。やれやれ。最後に勝利する。